皆さんこんにちは、新パパよしきです。いつもありがとうございます。今日は離婚したメリットデメリットっていうのを、まあ、実体験者から語りますので、今日はよろしくお願いします。でもまあ離婚を言っても、実際に、離婚する前のメリットデメリット、まあ僕が考えてた離婚する前に想像のメリットデメリット、ものすごい甘い考えかもしれんけど、離婚する前って言ったら僕何考えとったかな。まあ一番はその気持ちがスッキリして、まあ新しい人生を歩めるとか、まあいろんなことにチャレンジして若々しく折れるとか、まあもう我慢はしなくていいんだなとか、で子供ともっともっと深い密な関係が築けるとか、まあ一番はまあ毎日夫婦喧嘩しなくて子供にもすごくいい影響が出るんじゃないかとか、であと恋愛もできる、それこそアンジャッシュの渡部さんみたいに、アンジャッシュの渡部さんみたいに多目的トイレでこそこそせんでもいいしとか、いやしたことないけどね。デメリットなんて考えても仕方がないと、それを乗り切るほどたくさんのメリットがあるんじゃないかって当時は思ってました。逆にその離婚する前に自分が考えていたデメリットっていうのは、やっぱり一番は子供にすごい寂しい思いさせてしまう。で、一人でこれから子育てできるんだろうか、まあ、経済的にお金の面では本当に大丈夫なんだろうかと、離婚する前には想像だけで考えていました。でも実際に離婚した後のリアルなメリットデメリットっていうのはあります。実際ね、実際の話です。今からまずはデメリットからお話ししたいと思います。実際のデメリット、想像じゃなくて実際のデメリット。まず当然子育てで時間はなくなります。で疲れで老けていく、自分のしたいことがなかなかできなくなってくる、我慢することも増えた、自分の子育てが合ってるのか、子供に対する接し方がこれがいいのか合ってるのか正解なのかっていうのは日々不安、料理が全くできずまずいと言われる、子供を実家に預けるときに尋常じゃないほどすごく気を使う、まあ精神的に参った、もう無理、ピエン超えてパン超えてギャオヤンぐらいの、ほんまにそれぐらいしんどかった、まあデメリット、実際のデメリット、やっぱり一人は大変やなと思いました。でもね、メリットは一つだけです。僕はね、結婚していた時のストレスは本当に全部なくなりました。これが一番のメリットです。もっと言うなら、今結婚した後のリアルなデメリットっていうのは、今の僕からしたら全てがメリットに全部変わってます。もう子育て時間がなくなるって言いましたけど、子育てによってより子供との時間が密になって、ものすごく貴重な時間が増えたことで、日々老けていく、老いていくって言いましたけど、でも子供たちのためにはやっぱり若々しく健康でいないといけないと思ったから、日々トレーニングをして、まあ一応若々しい体っていうのは手に入れたこと、であとは自分のしたいことっていうのがなかなかできないっていうのも言いましたけど、やっぱり自分のしたいことっていうのをしないと、やっぱりストレスにすごくなるので、無理にでも5分でも10分でも、やっぱり自分のしたいこと、趣味なことっていうのに無理くり作れたことで、あと我慢することが増えたって言いましたけど、やっぱり我慢するというか、ちょっとイライラしてしまうっていうのは、やっぱり自分の知識、子育てに対する知識とか、いろんなことが足りないと思い、いろんな本を読み、子育ての本やらいろんな本読んで、その我慢とはおさらばできたこと、子供の子育て育児っていうのは、まあこの僕が、この俺が育ててるから絶対大丈夫だと信じ抜けたこと、あと料理がまずいと言われるので毎日料理を作って、まあ料理もそこそこうまくなったこと、今からまだまだうまくなる予定なんですけど、であとやっぱ仕事の時、出張の時とか、子供を実家に預ける時っていうのはもう尋常じゃないぐらいものすごく気を使うって言いましたけど、まあ今となっちゃおじいちゃんおばあちゃんから言うと、孫とものすごくいい関係、ものすごくいい毎日を過ごせてるんじゃないかと思えたこと、
まあ、結論何が言いたいかって言ったら、実はもうはっきり言います、メリットだけなんですよ。メリットデメリットなんて自分の捉え方でものすごく変わるわけやし、自分がいろんなことしんどいなって思ったことでも考え方変えるだけで、あ、自分って今成長していってるんだな、こんなこともできるようになったんだなっていうのがやっぱりメリットです。一番のメリットなんじゃないかなと僕は思います。僕はね、まあシングルファザーになろうがシングルマザーになろうが、本当にメリットデメリットなんてないと思います。まあ世間はね、今でもやっぱりそういう、まあ片親っていうイメージ、まあイメージ的にはマイナス的なイメージがあるかもしれませんが、僕からすると、あ、よかったなって、それぐらい思わないとなかなかやっていけない世の中、特にやっぱり日本っていうのはなかなかこう規律も厳しいというか、ルールに厳しいというか、こうあるべきだ、こうするべきだっていう概念、固定観念がやっぱり強すぎて、まあ生きにくいかもしれませんけど、僕は本当に良かったなと。やっぱこれからも、僕自身一番思ってるっていうのが、自分の決断したこと、自分が意思決定したことっていうのは間違いなく間違いはないと今でも僕は思ってます。そんなもん考え方次第何とでも変わると。結果メリットのみです。自分の決断した道っていうのは間違いはない。だって子供のためを思って決断したわけだし、自分のためを思って決断したわけなんで、デメリットなんて全くない。でもその今言った通り、しんどい、なんや、いろんな思いがみんなある。例えば家事とか仕事もせなあかん、一人でこれもせなあかんっていろんなことあるけど、結局自分で選んだ道やし、で考え方は、あれ、私こんなことできるようになってる、僕もこんなことできるようになってる、こんなことでイライラせんくなってる。まあ子供に対してものすごくその成長の糧というか、成長させてもらってる。で子供も成長させるために僕らはもっともっと成長していくんだろうなと、それぐらいの気持ちで今はやってるので、まあ楽、まあ自分の成長やと。やっぱり自分の人生なので自分のことをまず思うべきだと僕は思ってます。って子供のことを先に考えなあかんっていう人は多いと思う。でも自分のことを先に考えれる人が、僕は子供のことも考えれると。で子供のことばっかり考えてる人はやっぱイライラすると思う。僕はね、現役でずっと子育ても育児もしてますけど、自分のことも優先してあげないと心のバランスが取れなくなる。だからもっと楽に、適当って言ったらあかんよ、適当、まあ適当って言ったらあかんけど、まあ適当に、子供はやっぱり強く育っていくし、結果シングルマザーになろうがシングルファザーになろうが、はっきり言います、もうメリットしかないです。それぐらい決断したってことやから、デメリットなんて僕はないと思います。でこれからも自分なりの子育ての考え方とか、今現在こういうふうに子育てしてるって、であとは本もいろんな本読んだので、なんかこう皆さんに情報発信できればと思います。また役に立つ情報とか、子供に育児に詰まった時にこのチャンネルに寄ってもらえれば、みんなで頑張れるんじゃないかなと思いますし、これからもどんどんこう育児とかの動画も出していきたいと思いますので、まあ育児子育てですね、育児子育ての動画も出していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。今日は本当に最後まで聞いてもらってありがとうございました。あとチャンネル登録してもらうと、新パパ吉木家に、まあ、入るというか、高橋家に入ってもらえると思いますので、まあ登録するだけで、まあこういうの見れるんで、また皆さん登録の方お願いします。今日はありがとうございました。